はいどうも、毎日ポジティブ18回目でございます。よろしくお願いします。今日ちょっと撮るのがギリギリになってしまいました。すいません。今日もですね、前ちらっと話したんですけども、スーパープレゼンテーションアワードというですね、スピーチの大会を僕はですね今エントリーしておりまして、そのエントリーの動画を今日もギリギリまで撮ってました。前回撮ったのもかなり僕は納得していたんですけども、いやもっと自己ベスト出せるぞと思ってですね、多くの人たちに見てもらいながらフィードバックをもらって、で今回またですね、動画を撮りました。まあ、今回の動画、前回の動画、どっちがいいかというのもですね、うちのお店に来てくれてる人たちとかに聞きながら、ベストのやつをですね、投稿して、一応期限が明日までなので、明日までにですね、最高の動画を撮ってですね、そして送って、来月の6月の27日の決勝に残れるように、倍率は20倍です。頑張ってですね、行きたいと思っております。今日もですね、5月の5日、子供の日です。僕はですね、自分のこと、もうただのクソガキ子供だと思ってます。大人なですね、考え方はある程度持ってますけども、常になんかチャレンジしたり、常になんかこう、ワクワクドキドキしたり、そうこうしてる間に今、電話が来ました。今、ちょっと電話を出るというのをちょっとやってみたいと思います。はい、お電話ありがとうございます。ポジティブ坂を思える福地がお受けいたします。あ、今井様、はい、いただいております。ああ、そうなんですね、わかりました。わざわざご連絡ありがとうございます。はい、また次回ぜひ、はい、お待ちしてます。ありがとうございます。はい、失礼します。さあ、いきなり生電話がありました。なんとですね、5月の7日のご予約のお客様がちょっと来れなくなってしまってキャンセルになるというちょっと残念な結果だったんですけども、それでも逆に連絡をしてくれて、これキャンセルしてくれたっていうのはすごい嬉しいですよね。逆に連絡もなくね、いきなり来ないっていうパターンもありますから、本当に感謝、そしてポジティブということで、今日はですね、取り留めのない動画になってしまうんですけども、諦めないで何度も自分の自己ベストを出し続けると。ここでいいと決めるのは全部自分なんですよ。自分の心。僕はもっとできると思って、この動画撮影をですね、動画というか先ほどのスーパープレゼンションアワードの動画を撮りました。きっと皆さんもあると思うんです。ここで終わりかなと、そこのハードルをちょっと上げてもうちょいできるんじゃないかと考えてやることがきっと皆さんの未来につながるんじゃないかなと、そんなことを思って今日はですね終わりにしたいと思います。本日もポジティブに営業していきます。皆さんも最高のゴールデンウィークを、毎日ポジティブ18回目ありがとうございました。